皆さんこんにちは。レッツハドルのヒデボーです。今日もですね、レッツハドルウィーク3ということで、いよいよ折り返しになってきましたけれども、X1 エリア編、試合結果を見ていきたいと思います。ちょっと今回からですね、具体的な原稿というか、これまで試合結果見ながら、各試合どんな様子だったかというのを細かく結構、お伝えしていたんですけど、ちょっとごめんなさい、時間の関係で、原稿を作るのが難しくなってきたので、この X リーグのですね、ハイライト動画をぜひご覧いただけたらと思います。もうちょっとでチャンネル登録者が1万人いくということなので、ここを応援しながらですね、ハイライト非常に簡潔にわかりやすくまとまっていていいなと思うので、ぜひこの X リーグのチャンネルから5分ぐらいで見れるので、チェックしてみてください。ウィーク3の試合結果、見ていきたいと思います。ディアーズフットボールクラブ対ブルズフットボールクラブは62対0ということで圧倒ですね。ディアーズのクォーターバック大和田選手が6タッチダウンを上げる大活躍ぶりということで、高野ヘッドコーチもですね、試合後のインタビューで、もう前半のうちにテンポよく、リズムよく、ボールを進めて、しっかり点取って、もう後半は時間使うという形で、圧倒しようということで、おっしゃってたことがもう形になったというような感じでしたね。まあ、ブルズもちょっとリターンでちょっといいシーンはあったりもしたんですけど、なかなか厳しかったですよね。なかなかやっぱりディアーズとってなるとこれだけちょっと勝負にならないというか、もうパスもキャッチボール状態みたいなことになってたので、まあ、なかなか厳しいなというところでした。で、次、電通対ブルズ対東京は49対18で電通勝利ということで、まあ、これもクォーターバックですよね。まあ、柴崎選手中心に相当精度の高い、プレーを見せてたなという印象でした。まあ、ディフェンスも、18点ということで取られてはいたんですけど、まあまあ盤石な戦い方をしたのかなという印象でしたね。電通は深川ヘッドコーチがですね、もう最終戦のサンズをずっと意識してて、深川ヘッドコーチは実は九州大学のヘッドコーチをされたこともあって、サンズの吉野監督は西南学院大学の監督をされているということもあって、まあずっと深川さんが九州大学ヘッドコーチだった頃は西南学院に負けてたということで、大きな借りがあるんだということで、なんとかこのサンズ戦まで全勝して、最後サンズを倒してスーパーに上がるんだというような強い意気込みを感じるので、まあここに向けて電通もそうですし、サンズも負けられない戦いが続いてくるのかなというところで思っています。そしてペンタオーシャンパイレーツと富士フィルムミネルヴァの試合、これ熱かったですね。もう残り0秒のところでフィールドゴールのキックが決まってパイレーツが勝利というような劇的な試合だったんですけど、まあでもまあ一方のチームが点を入れればもう片方も入れるっていう展開が前半続いてですね、21対21で前半終わって、で後半はある程度お互いボール進めるんだけれども、フォースダウンで、ギャンブルが失敗したりとか、でフィールドゴールキックが決まらなかったりというところで点が入らないということで、なんかもう一進一退ってこういうことだなっていう面白いゲームを見せてもらいましたね。まあ富士フィルムとてもいいんですけど、やっぱり最後、フォースダウンギャンブルとかの場面で、決めきれないっていうところがあったので、こういったところの精度をこれから上げていくことによって勝ち星につながってくるのかなという印象がありました。パイレーツも、2年ぶりにシーズンに戻ってきてからようやく勝利ということで、次は注目の福岡サンズとの試合なので、まあ調子が上がってきたところで、どのようなゲームになるのかなっていう、次も楽しみですよね。そしてアサヒビールシルバースター対警視庁イーグルス、ネクストハドルでも注目に挙げてましたけど、このゲームシルバースターが強さ見せたなというところで、まあ、危なげは正直なかったんですけど、それでも警視庁の方はですね、ディフェンスはかなり勝負できてたというか、プレッシャーをコンスタントにかけ続けてアサヒビールのミスを誘ったりもしていたので、まあ警視庁はあとは、オフェンスですね、そこをどれぐらい、まあ、アサヒビールなんかディフェンス相当強くて、ディフェンスライン陣がプレッシャーかけ続けたことが大きかったんですけど、まあ、ライン面中心にどれぐらい勝負できるようになっていくのかっていうのが、今後のポイントかなと思います。アサヒビールは盤石な状態で、次戦リアル戦ですね、迎えるということで強さ見せてますね。
そして朝日飲料クラブチャレンジャーズ対アズワンブラッドイーグルスの試合は、28対10で朝日飲料が勝利してますけど、まあ、アズワンの方も、パントブロックが2回あったりとか、なかなか面白いシーンもあったんですけど、やっぱり朝日飲料パスですよね。そしてクォーターバックのギャレット選手からワイドレシーバーのロバート・ジョンソン選手に、まあ、3つですかね、タッチダウン通ってもう100ヤード以上のパスキャッチをするっていうような、ことだったので、やっぱりこの2人止まらないなというか、まあ、相当ですね、レベルの高いディフェンスバックがいないとこのロバート選手対抗できないというところでは、もうここで、個人技でですね負けるところがあると、もうずっとそこ疲れるという感じがあるので、まあ、正直点差以上に実力の差を感じたというところはありました。アズワンとしても戦い方としては、それ以外のところはうまくやれてた部分もあったのかなというところはあるんですけど、まあ、やっぱり得点力っていうところをこれからいかに積み上げていけるか、そこはポイントですよね。そして、イコールワン福岡さん対名古屋サイクロンズの試合は24対10と、で試合結果だけ見れば、順当にサンズが勝ってるという感じですけど、相当名古屋サイクロンズが、いろんな面白いプレーを入れてですね、一時14対10というところで4点差まで迫ったというシーンもありました。名古屋サイクロンズ、クォーターバックの神谷選手がこの試合は、出場されていなくてですね、どうするのかなと思ったら、もうほぼワイルドキャットというか、クォーターバック以外の選手がずっとプレーに入っていて、でランプレーな、主にランプレーですよね、ランパス、ランのオプションプレーとかを使いながら、攪乱していた、サンズのディフェンスを攪乱していたというところだと思います。もちろんサンズとしては、前節名古屋サイクロンズ朝日飲料に対して割とパスを通してたので、そういうパス対策っていうのを練ってきてたと思うんですけど、全くその裏を書くですね、名古屋サイクロンズの覚悟、吉野代表もツイッターで言ってましたけど、覚悟ですよねを感じたというところでした。そして、フィールドゴールかと思いきやスペシャルプレーで川上選手、ワイドレシーバーの川上選手がエンドゾーンまで走ってタッチダウンというようなスペシャルプレーも見せてくれました。名古屋サイクロンズ非常に面白い、準備をたくさんされているチームなので、今シーズンまだゼロショート厳しい、結果ではあるんですけど、楽しみなチームですね。一方のイコールワン福岡サンズは、この後も紹介しますけど、ちょっと厳しい展開になった時に出てくるのが、九州の怪物和製テイサムヒルの伊藤貴人選手ですよね。伊藤選手がかなり厳しいような展開、4点差まで迫られてオフェンスも行き詰まりそうだなという時に独走タッチダウン見せたというところもあったので、キーマンが活躍したなという印象でした。X1 エリアの方もですね、スーパーと同じような形で順位表を、ちょっとこちらの方で僕の作成をしてみました。まあ、ちょっとスーパーと違って総当たりじゃないので、車線も多くて見づらいところはあるかなと思うんですけど、順当にですね、予想されていた通り、アサヒ飲料、アサヒビール、ディアーズっていう 3チームが3勝0敗ということで並んでおります。そしてその後を追うのが電通イコールワン警視庁、この3チームですかね。まあ、警視庁はちょっとウィーク1のゲームがですね、試合自体行われていないので、こういった形になっていますが、順当にここは来てるのかなというところで思っています。まあ、ディアーズがです、ディアーズ、アサヒ飲料、アサヒビールがですね、実は、この3チームは総当たりがあるんですよね、3チームそれぞれなので、まあ、この上位3つでの潰し合いみたいなことになるのかなというところで、万が一ですね、この、3チームの中で2敗してしまうとですね、一気にこのスーパーに上がる4チームに入る争いから落ちてしまうということがあるので、まあ、強い3チームなんですけど、なんとかここ少なくとも1勝、そしてできれば、2勝を上げて確実にスーパーに上がるというのをものにしたいというところだと思います。で、電通とイコールワンに関しては最終戦博多での、試合が予定されてますけど、そこまで負けなしでしっかりまずは運んでいってですね、で博多での試合勝った方がスーパーに上がることが確実になるというような展開になるのかなと思います。
一方、警視庁もですね、まだまだチャンスがあって、この後のシーズンのスケジュールを見ると、十分に、勝っていける相手との戦いが組まれているのかなと思うので、自力で、負けなしでいけば、このスーパーに上がる争いに入ってくるということは確実なんじゃないかなと思っています。それでもですね、この特に面白いなと思うのは、ペンタオーシャンパイレーツ、劇的な勝ち方をしていますし、まあ、この辺どうなるかわからないですよね。まだまだちょっと読めないなというふうに思います。そして逆に降格を、かけた部分で言うと、今下から3チームですね。まず0勝の富士フイルム、名古屋、ブルズっていうあたりが、ちょっと、降格争いというか、入れ替え戦に入ってしまうんじゃないかなというところで思っています。この3チームに関しては1勝。目の前の試合で勝っていくというところが大事だと思います。そして週間 MVP です。先ほども紹介しましたディアーズではですね、6タッチダウンパスを上げた、大和田翔太郎選手が選ばれています。350ヤード達成成功も35分の25ということで、今シーズンからですね、がっつり起用されている選手なんですけど、まあ、慶応大学時代は今富士通で、エースの高木翼選手と、コーダーバックの先発争いしたぐらいですね、素材としてとてもいいものを持っておられる方だということも記事で見ましたけど、まあ、結構ロングパス、積極的に狙っていってるなっていうようなイメージがあるので、そこの精度も高いですし、注目の選手です。まあ、ただちょっと持ちすぎというか、ボールを持ちすぎてしまうイメージもあるので、そこをこういかにクイックに、ボールを展開していくかっていうところだと思いますね。特にディアーズは高野ヘッドコーチが、テンポを重視されているので、リズムよくオフェンスにつなげることができるかっていうあたりが、次戦の朝日リーグ戦とかもつながってくるのかなと思います。ディフェンスではですね、仁美圭介選手が選ばれています。4タックル、そして1タックルフォーロスというのはこうタックルしてロスさせたという、ね、成績ですけど、まあ、一番大きかったのは、フォースダウン第4クォーターの、富士フィルムのフォースダウンギャンブルをですね、この仁美選手が割り込んでいって、ロスさせて、ギャンブル失敗になったというところですね。あれが決まっていたら、まあ、少なくともフィールドゴールでは確実に入ってた、もしかしたらタッチダウンを決められて負けていたという可能性も結構高いシーンだったので、まあ、ディフェンスの MVP と、選ばれるのは間違いないかなと思ってたんですけど、確実、本当にこうパワーとスピードですよね、両方兼ね備えた、選手なので、今後、まあ、次戦の、イコールワン戦でも、伊藤貴人選手をね外に逃がさない、あるいは中でタックルするということができるのかというのも注目ですよね。まあ、イコールワン福岡さんというとブランドンベリー選手、ランニングバックでも当たり負けしない選手がいるので、そういった選手に対してどのようなプレーを見せていくのかというのは楽しみですし、サンズの、オフェンスライン陣とのマッチアップということがもちろん、楽しみになってきますね。スペシャルチームの MVP は赤津選手ですね。ペンタゴシャパイレーツ赤津博之選手が選ばれています。まあ、実は、1回フィールドゴールキックを外していたんですけど、最後の決勝フィールドゴールのシーンではバッチリ決めるというところで素晴らしい活躍でした。ご本人のツイッターで、こういった決勝フィールドゴールのシーンが実は人生で初めてだったんだけど決めれてよかったというような安堵の声も聞かれましたが、まあ、赤津選手のすごいのって、もちろんそういう場面でしっかり力を出してくれることもそうなんですけど、タイトエンドとしても割と、タイトエンドとしてもかなり、キャッチをして活躍してるんですよね。まさにプレーでチームを引っ張る主将だなというような印象を持っています。こういうマルチな選手が見られるっていうのは X リーグならではというか面白いですよね。そしてプレイオブザウィークは、伊藤貴人選手の51ヤードタッチダウンランでした。本当にこれ苦しいシーンだったんですよね。名古屋サイクロンズに4点差に詰められ、そしてファーストダウンのプレーでは、ロスしてしまうような、形になったりとか、いう厳しい試合展開の中で、もう一気にガラッと空気を変えてしまうプレーを見せたのが、この伊藤選手のロングタッチダウンランでした。
本当に名実ともにエースになったというか、マンパワーで、圧倒する力を持っている選手ですよね。もう僕はあのこの試合撮影しながら戦術高人が炸裂したみたいな感じで勝手に思ってたんですけど、もう本当にこの選手に持たせると何を受けるかわからないというようなビッグプレーメーカーになっていると思うので、もう毎試合ですね活躍されて、もうシーズン MVP もエクサンエリアでは間違いないんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、まあレシーバーとしてあるいはクォーターバック、ランニングバックとしても起用されるような選手ですので、今後どのような展開、今後も楽しみですね。そしてまあこの試合で一番の岩永選手、ワイドレシーバーの選手ですけど、岩永選手もワイルドキャットでクォーターバックの位置に入るみたいなことを見せてですね、実際タッチダウンも奪ったりしたので、岩永選手、伊藤選手、そして西山選手、この3人が誰がこうクォーターバックの位置に入るかわからないということで、同じメンバーなんだけどどこを警戒するのかっていうところが非常にディフェンスからも読むのが大変だなというところでも思いますね。で実際、伊藤選手なんかに関しては名古屋の方から伊藤選手が走るぞっていうようなクォーターバックキープやっていう声も飛んでたんですけど、それでも止まらなかったっていうことがあるので、2段階ありますよね。まず1段階は誰がボールを持つのかっていうところを撹乱させれるっていうような、メンバーがいること、もう一つは、分かっていても止められないっていうようなところがあるので、まあ、これディフェンスとしてはどう止めるのか、注目ですね。ペンタオーシャンパイレーツが、次戦どのような止め方をしていくのか、パイレーツの方も、なかなか個人技ある選手揃ってますので、どういう工夫をしてくるのかっていうのは注目だなと思ってます。ネクストハードルは別の動画で上げてますけど、こういった試合予定になっています。もう割と戦力が拮抗したチーム同士の対戦も多い週だなと思うので、ぜひぜひ、X リーグ TV などで見ていただけたらと思います。まあ、言われるところではディアスとアサヒビールがやっぱり一番言われるんですけど、個人的には警視庁とアズワンとか、このあたりも、注目かなと思ってます。警視庁ね、あの遠征してくるので、関西で見れるチャンスでもありますね。詳しい試合日程などは QR コードからご覧ください。ということで、前回までと若干違うスタイルで、情報をお届けしてみましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもですね、注目選手とか注目チームあれば、ぜひコメント欄とか SNS で教えていただけたらと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。次のウィーク4も楽しみましょう。ありがとうございました。